はい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。 今、回のお話なんですけど今世間を賑わせてる小林麻耶さんのお話になるんですけど小林麻耶さんといえばね今 YouTube とかで海老蔵さんのね悪いところをめちゃめちゃ暴露しまくったりして話題になってるんですよで、元光もね動画でこういう風にあげたんですけど、えー、いろんな暴露のせいでね海老蔵さん仕事しづらくなったりとか活動しづらくなって窮地に追い込まれてるんじゃないかっていうような話をしたんですけどただですね、えー、その小林麻耶さんの言ってることって、まあ、信憑性どうなのっていうところでね 色々言われてたわけなんですよただ今回の話で明らかに信頼が落ちてしまったっていうような声がねいっぱい上がってたんで見ていこうかなと思うんですけど一体何なのかというと神田沙也加さんを降臨させて話を聞いたみたいなことを言ってるんです。ちょっと ちょっと待て待て待て何言ってんだよっていうような話になってきてネット上ではね一気に信頼度が落ちてむしろね法的な話にまで進んじゃってるんですよねまあということで今回はねそれについてねお話していこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでこちらの記事をね元に見ていこうと思うんですけど小林麻也が今度は神田佐役さん降臨発言過激な暴露が訴訟沙汰になったら弁護士が限界ということでね弁護士の の人が説明してくれてるんですよどういうことだと え神田沙也加さんが降臨したとかって言ってるみたいなんですけどねどういう件なのか見ていきますねえっ、ー、と小林麻也による市川海老蔵の暴露と批判が話題になっている3月30日麻也は自身のブログで市川海老蔵から謝罪を受けたことを報告したと、まあ、いろいろブログでね、えー、こう暴露したりだとか、まあ、YouTube で暴露することによって市川海老蔵さんが直接ね謝ってきたっていうのをね話してたんですけどさらに同日配信された「文春オンライン」の先行有料記事の報道を受け マヤは3月31日、神田沙也加ちゃんからのご両言というものかな。これちょっといろんな読み方あるみたいなんですけど、ご両言と題された記事をノートのみならずブログでも公開。その内容はかなり過激だということでね、最初は有料のところだけでこういうことを言ってたみたいなんですよ。神田沙也加ちゃんからのご両言どういうことだって。 えー、神田沙也加ちゃんがご挨拶をしたいそうです。皆様こんばんは。神田沙也加です。まさかお話できるなんて嬉しいみたいなが。えちょっと待って待って。神田沙也加ちゃんが降臨しましたっていうことで話進めてるんですよね。マーチマヤさんありがとうございます。マヤさんがお話を伝えてくれるって、こちらではすごく有名で、私もすぐにコンタクト取らせてもらったんです。 えー、というくだりから始まり神田が大好きだった九州ジャンガラーラーメンをマヤと夫の国光氏にお願いして5日連続食べてもらったという内容だどういうことえちょっと怖いんだけどまあだからね神田、えー、に死後の世界から萱、えー、田沙也加さんを降臨させたというような話をしてるみたいなんですよ。え ちょっと本当にびっくりなんですけど、まあ、そういう思想もあるのか、まあ、ずっと前から言われてましたけど、ちょっと、えー、やばい思想だねっていうのは。で、えー、まるで自分たちの夫婦の体を神田さんに貸しているということを示唆するような内容に、ネットでは超えてはいけない一線を超えてしまった、本当そうだよね。 これはしかも発信してるって。で、海老蔵さんとの件は、世間を巻き込まないと現状を変えることができないから、暴露してると理解していたが、これはダメだと、一気にで、ね、信頼を失っちゃうんですよ。ご遺族に頼まれたわけでもなく、こういうことをしたなら冒涜だと思うと、理解に苦しむという声が多く見られたということでね。うん。まあ、今までの,あの、真央さんの話、小林真央さんの話は、まだ身内だったから、 うん、みんなもね、えーまあ、どっちなんだっていう風に見れてたけど、神田さんの林を話を出してきちゃうんですよねで。ちなみになんですけど、こうした話、えー、死後の世界からの降臨っていう話に関しては、実は真央さんのことにもね、えー、言及してたりしたんですよ。えー、滝沢アルさんが紹介してくれてるんですけど、感動、小林真弥さん、亡くなったはずの妹、真央さんから手紙を授かってしまうっていうね、こんなツイートの内容でね、小林真弥さんの、えー、ブログを引用してるんですけど、お手紙を預かりました。皆様 今日は姉のブログに来てくださりありあがとうございました生前は多大なるご支援を賜りまして、えー、心より感謝申し上げますみたいなことをね、まあ、ひたすらブログに書いてるんですけどまさにその小林真央さんが書いてるかのようにこうやってブログで綴られてるんですよ。これってどうなのちょっと元光はつねスピリチュアルなこととかは全然信用できない,いやあの信じてないんで分かんないですけどこんな ことをさ、ブログに書くの、ちょっと怖くなっちゃって、大丈夫マヤさん。まあ、大丈夫かどうかっていうのは、前々から言われてた話ですけども、まあ、こんな感じでね、まるでマ央さんが言ってるかのようにブログがね、えー、綴られてるわけなんですよね。まあ、ちょっとこっちら、リツイートと、まあ、くないとき、いいねさせていただきますね。あ、元光が Twitter もやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。こんなことがね、話題になってるんですよ。スピリチュアル的に、まあ、死後の世界の人。 体を貸したりなのか何なのか分からないですけど降臨させて、えー、その人の言ってることを代弁するよみたいなことを言ってるんですよね。まあ ま、ちょっと余談なんですけど元光が知ってる漫画でいうシャーマンキングみたいなことをやってるわけなんですよえちょっとあの現実には元光は信じれないですしかもですねちょっと他の記事に飛んじゃうんですけど文春の方ではねこんな記事があって、まあ、その一部なんですけど小林真弥さんはね真弥が発信する情報にはスピリチュアルな内容も目立つ月額550円の有料ブログ幸せ数ひ真弥部長っていうのかなでは、えー、昨年12月に亡くなった神田沙也加が降臨したと主張 いいここうう続けているということで最初はね550円の有料ブログでまるでネタにするかのようにこういった話を入れてるんですよ。お金取ってるところでなんかねすごく本光はうさんくさいなって感じたんですけどお金取ってこんな話していいの ちょっとね元ちは理解できないこういう話に関してはでさらにね、まあ、こういったことになってくるんですよ家庭問題に詳しい弁護士の見解はとマヤは謝罪をしてきた海老蔵に対しても条件を提示し許すかどうかを決めるとブログで宣言しているが海老蔵が表立ってリアクションを一切していないのはなぜだろうか家庭の法律問題に詳しいアーチ日本橋法律事務所の吉岡弁護士に話を聞いたということで名誉毀損における名誉とは客観的な社会的評価を指しその方の 名誉感情自体を保護するものではありません小林真弥さんの発信する内容は直ちに社会的評価に関するとは言えないものもあると思いますあ、そうなのまあ、というかそもそも信用できるかどうかもちょっと危ういもんねでプライバシーの侵害になる可能性はありますが違法性阻却要件というものがあり事実を適時したケースの場合には内容が公共性、公益目的、真実性の証明の3つが揃った場合には訴えた側は敗訴となります 小林さんの発信した内容が仮に公益目的であった場合さらに真実性の証明がなされた場合には海老蔵さんが敗訴する可能性もあり裁判などで反撃するのは不利な状態であると思いますということでねまたマヤは海老蔵が2016年2月に初めて中東で歌舞伎公演を実現させるためにある男性に9000万円を騙し取られたと主張マヤはその男性を詐欺師と呼び訴訟の準備をしていることも明かしている。 で、えー、海老蔵さんも巻き込んだ形の訴訟の場合著名な方に多いのが、えー、疎外和解という方法です裁判をした場合は様々な情報を公開されそれ自体が活動のマイナスになるのでまあそうですよね裁判したらもう洗いざらい、えー、出されちゃう形にもなるんでだからこそ海老蔵さんもなかなか裁判とかっていう方法を取らないんだと思うんですけどあくまで一般論になりますが訴えを取り下げてもらう裁判によら,、えー、らない和解に持っていく可能性はあると思いますと。まあ、海老蔵さんとの話 はそういういい感じらしいんで、すよねで今回話題になってる神田沙也加さんへの名誉毀損は成立するのかということで、これ、個人の方への対応ってどうなんのってとこなんですけど、マヤのこれまでの主張は強,強引さも否めなかったが、一部整合性もあり、真実も多いだろうという世間の見方も強かった、まあそうなんですよね、賛否両論って感じだったんですよね。しかし、親族間の揉み事の域を超えて、神田沙也加さんからの伝言という主張が飛び出してきた以上、もうちょっとこれはね、 関係ない話まで飛んんででできてるんですよねでこのまま放っておけば神田さんの遺族である神田正輝や松田聖子へ飛び火する事態もありうるとほんとそうですよね。なんでこんな巻き込んできたんだろう。で死者への名誉毀損は事実の適時がありしかも内容が。 えー、虚虚偽であった場合のみ成立します今回はそれが虚偽であると言えるのかも分かりませんのでそうどうなのかも分かんないだから現時点では神田さんに対する名誉毀損罪の成立は厳しいと思いますが小林さんの主張がご遺族に対する精神的苦痛に発展していった場合は法的に訴えられかねない事案になる可能性もありますと。まあ、そりゃそうだよね に名前使んなよってなっちゃいますよね普通だったらでまた今後の法改正でネットの発信による虚偽の内容や誹謗中傷はより厳しく罰せられることにもなりかねないでしょうということでこれからえ法的に、ね、小林麻耶さんがあの追及されてもおかしくないよっていうような言い方してるんですよねでメ名やおいそして妹である亡き小林真央さんを守るという理由でえ行われてきた数々の暴露と海老蔵批判だったが神田さんの名前を出したことで真弥に対する風当たり が変わりつつあるとということで、ね、ネット上ではそらそうですけどえってなりますよねそもそも神田さんが降臨してきたとな何言ってんのって普通の人は思うと思うんですよ、まあ、一気に、まあ、賛美両論ぐらいの話だったのが小林真由さんやばいやつじゃんっていうような話になってるんですよね今ネット上ではということで、まあ、Yahoo! ニュースの,あのコメントにはなるんですけどそっちはちょっとだけ読もうと思うんですけどねこれはダメ完全にアウトだと思いますこれを信じる人ががいいいないと思いますが 一旦いいこと悪いことの境界線をしっかり考えないともうまずは神田沙也加さんっていう名前を出す。 うん、でそれをでブログに書くとか、まあ、本当にスピリチュアル的にそうなのかもしれないあ思想はいろいろあるしね、まあ、そうなのかもしれないけどこれを、まあ、ネタに有料記事とかで書いたりするのは絶対よくないよねでよく自分がされて嫌なことは他人にしてはいけないと言いますがこんなこと全くの赤の他人がもし小林真央さんの件で発信する人がいたとしてどんな内容であっても真矢、ま、さんは黙って聞いてやれるのかなって本当そうですよねされた時にどうなのと、うん、遺族の方がねで本当に相手の方 方の気持ちになってて考えほしいともうま純粋にスピリチュアルだとか、まあ、洗脳だとかなんかそういう疑惑とか置いといても普通に本当に相手の方にね気持ちになって考えたら分かるでしょみたいなねこういうふうなコメントとかありますとか、えー、霊魂の存在を信じるか否かは信仰思想の自由がありますがそれを不用意に表に出せばいろいろと面倒になりますほんとそうだよね、うん、しかもその有料記事で書くの でましてや、有名著名な、えー、個人の名前を出して、一方的な意見を表明すれば、訴訟にも発展しかねず、たとえ訴訟に至らずとも、多くの人間を不快にさせますし、本人の社会的信用を大きく毀損させるでしょう。本人が愉快犯的な感覚なのか、本気なのか、我々には分かりませんが、一番の問題はこの手の発展。 発言が社会的信用のもとに受け入れられるはずはなく個人の発言として表明するのは大変非常識でありそれを本人が全く理解していないことでしょう個人的には自分の暴露話に対しての共感が予想外に多かったことでうっかり字が出ちゃったんじゃないかなと思いますねというコメントもあったりしますまあ何にせよまあどういった信仰があるとかそういうのは置いといて今回ね、神田さんの話を出して、えー、一つブログとかに書いてしまうっていうのは 明らかにに小林真さんの信用を、ね、一気に落とすようなな形になったということでね、もう風向き変わって、小林真矢さんやばいやつじゃねえかよっていうのう一辺倒になってるような状況なんですよね。まあ、ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見も、ね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話ししますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。